レッドデッドオンライン、騎手抹殺は頭脳プレイで勝つる。レッドデッドオンラインの放浪イベント、騎手抹殺っていうのがあるんですけど、今日はですね、その騎手抹殺を優勝するための極意をですね、これからっていうか、まだ始めて間もない方に向けてですね、もうベテランの方も分かってるとは思う。さあ何をすればいいかと申しますと、始まったらいきなりねアビリティを変えましょう。一番左端、これをですね、私はいつも黒く濡れにしてるんですけど、この騎手抹殺に行ったら必ずこの逃げ上手ですね、これをつけると、はい、もう勘のいい方はお分かりですよね。でこれ今ね逃げ上手を発動します。で逃げ上手を発動すると、自分の弾も当たりませんけど、撃たれても敵の弾も当たらないんですよ。もうどういうことかお分かりですよね。つまり馬に乗って、その騎手抹殺っていうのはとにかく指定された馬に乗って指定された場所に行く。もう最後にその指定された場所に行ったものが優勝なんですよ。つまり指定された馬、今出てきてますね画面に、あれに乗って、逃げ上手を発動して、あの馬に乗るとどこに行けっていうナビが出るんですよ。逃げ上手を発動した状態で、ナビに従ってゴール地点に向かえばいいっていうことなんですよね。ならもうとにかく馬に乗らなきゃ話にならない。失敗と、ちょっとねだらだらと長い動画をお見せしても申し訳がないので、最後の方までちょっと動画を飛ばしてですね、途中のダラダラっていうのはちょっと割愛させていただきます。要するに馬に乗ったら逃げ上手を発動するっていうことですね。さあもうゲームも後半ですね。とにかく馬に乗ると。で気をつけないといけないのは、逃げ上手を今つけてますから、逃げ上手をつけた状態で、デッドアイ発動してね、撃つと敵に当たりませんので、逃げ上手つけてるときは、敵を撃つときはね、デッドアイを発動しないこと。さあ、早速ね、馬に、乗りましょう。敵を殺すよりも馬に乗ってさっさと逃げ上手発動すると。皆さん撃ってきますけど、これ当たらないんですよ。逃げ上手発動させてますからね。ちょっとゴール地点がごちゃごちゃしててめんどくさい状態ですけど、人の弾当たりはしませんから、逃げ上手発動してます。はい、ご覧ください、騎手抹殺優勝ですよ。どうですか皆さん、逃げ上手を効果的に使えば優勝できますよ。テヘペロみたいなことです。これからね、始めようという方、あるいは始めて間もない方、この方法でぜひね、買ってください。ビビでした。おまけ動画をね、一つ投稿しときましょうか。先だってね、フィールドに降り立ったら、すぐ近くに人がいて、いや、これは危ない。殺されちまうぞ。と思ってね。遠くに行こうかなと思ったんだけど、襲ってこないし、どうなのかな。敵意はない方なのかな。一応帽子をかぶってね。で、これね、会いに行ってなんと驚きなんですよ。あれ？名前見覚えあるぞ。はい。これね、フレンドのジャングルさんがたまたまいたと。これちょっと手振ってね、アピールするんだけど、ちょっと、あれかな？俺って気づいてもらえないね。カタログ見てるから。カタログ見てますからね。周りに人がいるのがわからない。これ間違いないジャングルさんですね。いや、いつもね、私の動画に、来ていただいてコメントももらうと、いや、こんな機会なかなかないですからね。
私あの日頃のね感謝を込めて謎をあげたいなと、まあ、そんな時にカラスが飛んでらっしゃる。カラスごときもらったところでなんだけど、いやもうなんていうの、こういうのは気持ちの問題ですからね。ヤングさん遠く行かないでそばにいてくれるかな。あ、いる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 ね。カタログ見てる間にね、ジャングルさんの馬にカラスプレゼントしてきましょう。はい、あれうまく詰めないな。あ、黒船間違いないの、これジャングルさん馬の名前も間違いない。ちょっとあの馬に詰めないんですけど、あ、詰めた詰めた詰めた、よかった、ごめんね、カラスだけど、まああの気持ちだから分かってくれるかなこれ。はい、ジャングルさんカラスで申し訳ない、今度はもし会った時にはもっといいものを差し上げることができたらということで、日頃のお礼を込めてジャングルさんにカラスを差し上げたということで、ビビでした。